はい、外来種雑草、こちら瀬田川立ちと大荒れしのぎくバカナス、お仙丹草、お白い花とアメリカ仙丹草ですね。それから洋州山ごぼう、ぶどうみたいですね。それから目松よゆさ、それからこちら荒れちゅうりですね。それから大金系ゆくがあります。マテバシーの根元になります。穴を掘りましたら雑草の灰を入れます。少し土をかぶせて、はい、ここにまた土をかぶせて、これで終わりです。はい、それではこのマテバシーをこちら薪ストーブでローストしたいと思います。はい、では取り出してみましょうね。はい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 、おお、こんがり焼けております。焼けております。美味しそうですね。はい、ではこれを食べることにしましょう。はい、とても美味しかったマテバシーの殻ですね。これはこのまま薪ストーブで灰として貫流させます。気配になります。はい、ということで本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタン、それからコメント等ございましたらよしよしお寄せください。それでは失礼いたします。